まあ、菊池は立ち上がりがやはり不安定なイニングになる傾向が非常にあるんでね、はい、この立ち上がりだけでもね、全力投球、まずこの立ち上がりを抑えることで乗っていけると思うんでね、はい、ここはもう全力投球してほしいなと思いますけどね。そうですね、はい、バッターボックス3番の鳥谷です。現在打率ランキングではトップに立っています。3割3分5厘、出塁率も4割3分7厘です。ただ僕から僕は思うのはまだ、はい、三塁側から投げてるんですよ、プレート、はいはいはい、でいい時の優勢、あの菊池は去年でもやっぱ一塁側から投げてたと思うんですね、はい、そうなるとバッターに対する角度が変わってくるんですよ、で、あの三塁側から投げるとライト線へ、二塁ランナーの上本三塁を蹴ってホームに帰ってきます。鳥谷のタイムリーヒット、1点を先制しましたタイガースです。今のもインサイドに行くまっすぐですけどね、はい、ちょっと甘みに入りましたよね、あそこは鳥谷君結構自然にバット出るところでもあるんで、はい、ヒットになったと思うんですけども、はい、そういった意味でやはり基本は左ピッチャーは一塁側から投げた方が、はい、バッターに対する角度が違ってくるんですね、特に左バッターですよね。特にそうなんですよね。そういった意味でこれはもう本人のね、考え方一つでしょうけども、はい、僕の考えとしたらできることなら一塁側から投げてほしいなという考えはあるんですね。